天下り正幸だぜ。今日は本日発売のデュエリストパックレジェンドデュエリスト編5の開封をしていくぜ。闇の力を持つデュエリストのカードが多く収録されたパックだ。このパックで闇の力を手に入れるぜ。さあ開封していくぜ。どんなカードが当たるのか楽しみだぜ。さあまずは1パック目だ。この1パック目がボックス開封の運命を握っているとも言っても過言じゃないぜ。資料ゾーンはダークネクロフィア、スターブベノム。なかなかいいカードが再録されているな。傀儡葬儀、パペットパレード、これはなかなか強力なトラップカードだという情報があったぜ。ギミックパペットの召喚とランクアップマジックのサーチ、両方やるわけか。なかなかこいつは強力だぜ。今度は自爆心関係のカードか。死神官スーパイ、ゴドウィンの使ったカードの強化ができるぜ。プレデタープランズか。プレデタープランニング、デッキからプレデターモンスター1体を墓地に送り、なるほど、捕食カウンターを置くやつか。でフリーチェーンの破壊効果も持つか。なかなか使いやすそうなカードだぜ。プレデタープライムフュージョン、プレデタープランツの専用融合か。なかなかちょっと条件が厳しそうな気もするが、なかなか速攻魔法ということで使い勝手は良さそうだな。太陽竜一騎、自爆心魔、ほう、プレデタープランツの融合モンスターだぜ。捕食カウンターの置かれているモンスターの攻撃力分攻撃力をアップする、なかなか一撃必殺の効果を持つカードだな。なるほど、こいつをさっきの融合カードで出せということか。ダークサンクチュアリーゾーン、ディアバウン、ディアバウンドも再録か。そしてアスカトル、インティを出す以外にもなかなかいろいろ使えそうなカードだぜ。レベル8シンクロをその場で出せるからな。おドラゴスタビリアムか。 V ジャンプについてたやつだな。究極自爆心、自爆心がいるとき相手のモンスターを毎ターン破壊できる、なかなか強力なカードだな。イービルマインド、イービルヒーローのカードか。墓地のモンスターの数によりいろいろ効果を使えるというやつだな。なかなか先行1ターン目とかでは使いにくいかもしれないが、中盤以降に引くことで強力な効果を得ることになるな。イービルヒーローか。なるほど、ネクロダークモンのイービルヒーローバージョンという感じか。デッキからイービルヒーローを特殊召喚する、なかなか恐ろしい効果を持っているぜ。終末の騎士なんかで落として普通にデッキから特殊召喚できるから、なかなかな悪さをしそうなカードだ。ダークスピリット、マジックトラップモンスターの効果が発動した時、手札のこのカードを墓地に送りレベル8悪魔族を特殊召喚する。レベル8悪魔族モンスターが墓地へ送られた時に墓地のこのカードを手札に加える。なるほど、悪魔族モンスターを何度も蘇らせるというそういうカードだな。ギミックパペットのモンスターか。確か相手のモンスターのコントロールを奪うんだったな。しかも2体までコントロール奪うことができるから、なかなか強力だぜ。このカード自体に攻撃力はないから、このカードで奪ったモンスターでさらにエクシーズ召喚をしたりするっていうのがいいところか。ただやっぱリンクモンスターが多いからな、その辺はちょっと使いどころが難しいところではあるな。怪獣カードなんかと組み合わせるといいかもしれないぜ。プレデタープランツとレアカードか。プレデタープラクティス、手札からプレデタープランツを特殊召喚、そしてデッキからプレデターカード1枚手札に加える、1枚で特殊召喚のサーチを両方行えるわけか。その分融合モンスターしか特殊召喚できないという制約がついてくるな。しかし手札にプレデタープランツモンスターがいないといけないから、なかなかなプレデタープランツに特化したデッキに入れる必要がありそうだ。覇王城、これはイービルヒーローか。イービルヒーローはだいたいダークフュージョンでしか特殊召喚できないが、その制約を外すというなかなか恐ろしい効果を持っているぜ。ダメージ計算時にエクストラデッキからイビルヒーローを送って、そのレベル ×200 悪魔族モンスターの攻撃力を上げるわけか。
ダークコーディング死の宣告、確かウィージャ版のカウントを進めるやつか。ウィージャ版死のメッセージの数まで墓地と除外されている赤魔族モンスターを手札に加え、手札を強化し、しかもこのカードを墓地に送ることで手札デッキから死のメッセージをウィージャ版の効果で出せる。手札を壊しつつウィージャ版の宣告を進める、なかなかこれ1枚で自分の勝利をぐっと近づけるというカードだ。デスカリバーナイト、自爆死、イビヒーロー、テラーベビー、墓地のギミックパペットを召喚時特殊召喚する。そして墓地のこのカードを除外してギミックパペットモンスターの効果の発動に対し、マジックトラップモンスターの効果は発動できないという効果か。他のカードの効果でレベル8にしてエクシーズ召喚を行った上でいろいろやるという感じか。さっきのやつは確かランク4だったから、こいつを使うといい感じになるのかな。さあ残り2パックだぜ。これ何かね、動画を撮ってるからなんか YouTube とかに上げててね。こうダークオカルティズムか、ウィージャ版をサーチするカードか。ウィージャ版と悪魔族のサーチ、そして墓地のこのカードを除外して墓地の死のメッセージをデッキに戻し、そしてドローもできるわけか。ウィージャ版は破壊されてもそれでもう一回チャンスが生まれるというわけだな。パフォームパペット、レベルを揃えるカードか。なるほど、除外と除外されているモンスターの特殊召喚1枚両方行えるという、なかなか完結しているカードだな。ラスト1パックだぜ。いいカードが入っているかな。プレデターブラスト、ヘルケイナー、抹殺のダークスピリット。なるほど、相手のモンスターの攻撃を無効にし墓地のレベル8モンスターを特殊召喚するカードか。そして悪魔族は墓地に送られた時このカードを手札に加える、繰り返し使えるというカードか。さあ2ボックス目を開けていくぜ。ダークオカルティズムか、これウィージャ版デッキが組めそうだぜ。アスカトル、またプレデタープランツのやつか。の風が強いぜ。木々がざわめいているな。この闇の力に世界が反応しているということか。イービルマインド、パック開封を楽しみたいからあまり事前情報を仕入れてないんだが、自爆神があれか、召喚のやつ以外は収録されてない感じなのか。カースネクロヒア、なるほど、こいつか、パッケージにも書かれてるやつだな。なになに、除外されてる赤魔族3体を手札から特殊召喚した上で持って木に戻す。フィールドのウィージャ版でマジックトラップが並んでるところで復活し相手のカードを破壊するという、なかなかいいカードだな。ダークネクロフィアと合わせて強力な効果を発揮するという、なかなかいいデザインをされたカードだぜ。死の宣告、シニスターネクロ、なんかさっきのボックスとなんかな、当たってる内容が似ている気がするぜ。はい、これもさっきのボックスにも入ってたよな。なんかデュエリストボックスはな、なんか何回か箱買いしたことがあるんだ。結構収録内容が偏っているというか、同じレアが当たることがなんとなく多い気がするぜ。なにサンダーボルトだと、ホログラフィックリアのサンダーボルト、まさか収録されているとはな。なかなかこいつはラッキーだぜ。ホログラフィックリアなんてのはなかなかそう当たるもんじゃないからな。まさかな、最近は確かにホログラフィックリアが何かしら収録されてることが多かったが、何が入っているかなと思ったが、まさかこいつとはな。なかなかいいカードを引き当てたぜ。これ俺の切り札、サンダーボルトだ。まさかホログラフィックリアが出るとは思わなかったぜ。2箱目は当たりだな。さあこいつがラストだぜ。個人的なのが自爆神関係のレアカードが当てたいとこだな。
運命のラストボックスだ。何、プレデタープラントの新規か。レベル8モンスターだと。捕食カウンターが置かれてる時に手札から特殊召喚できる。破壊された時に墓地のドラゴン、植物の闇属性モンスターを特殊召喚するか。しかし相手によって破壊っていうのがまあちょっとあれだが、まあ、普通に特殊召喚できるカードとしては使いやすいかもしれないな。自爆地上へ。フィールドにレベル10モンスターが存在する限り、なるほど、このカード自体が破壊耐性を得ると。シンクロモンスター1体で2体分のリリースにできる。シンクロ召喚が特殊召喚された場合に自爆神マジックトラップカードを手札に加える。なるほど、自爆神を強化するわけか。まあ、このカードもサーチできるというわけだな。自爆超進化、このカードをちょっと狙っていたところがあったぜ。シンクロモンスターがフィールドと墓地の両方に存在するときに特殊召喚できる。そしてメインフェーズにデッキ墓地から自爆神モンスターを手札に加えられる。自爆神を召喚したとき相手のライフを3000にするという効果だ。なかなか強力だぜ。なかなか普通にこのカード自体が攻撃力が高いからな、なかなか使えると思うぜ。カースネクロフィアだ。これは本格的にバクラデッキを組む可能性が出てきたぜ。ウィジャ版とかも再録されてないし、自爆神もな、1種類しか再録されてないし。おアダスターゴールド、ショップの近くに通ったんだけど結構買い取り価格が高かったぜ。1000円ぐらいでなんか買い取りが出てたな。ビビリヒーロー版のキャプテンゴールドか。ダークフュージョンのカードが記されたカード、そしてダークフュージョンを1枚手札に加える。そう、キャプテンゴールドはスカイスクレーパーがないと破壊されてしまうが、こいつは攻撃ができないだけでとりあえず出すことはできるという感じだな。しかも融合モンスターが存在しない場合だからな、いろいろ条件が緩いから使いやすいという感じだぜ。まあエアーマンとかでもこいつを持ってこれるのか。さあ、運命のラスト1パックだ。どんなカードが入っているか楽しみだぜ。これで俺の運命が決まる。ダークコーリング、まあ大体レアカードは引いたという感じがしたから、まあこんなもんだぜ。まあ大体当たったカードがこんな感じだぜ。まあな、まさかホログラフィックのサンダーボルトが入っているとは思わなかったかな。まあ、これを引いただけでまあちょっと当たりというか、今回のパックは勝ちという感じだ。まあ、ウィジャ版関係のやつが結構当たったからな、ちょっとバグラデッキも組んでみようと思うぜ。まあ結構欲しいカードが当たったから、もう少し枚数を揃えたいものがあるからな。これからちょっとカードショップで当たらなかったカードを買い足してくるぜ。これがやはり外で開けて足りなかったカードをそのまま買いに行けるというのも屋外でパックを開けるメリットだと思うぜ。では今日はこの辺りで失礼するぜ。また次の動画で会おうぜ。